い、どうも皆さんこんにちは。霊夢よ。どうも皆さんこんにちは。マリサだぜ。今回はバロラントとフォートナイトどっちの方が楽しいのか。は？バロが一番やろ。私はフォトナかな。配属試合決定なのだ。ラップバトルで決着をつけてどうぞなのだ。それではスタートするのだ。先行フォートナイト霊夢、後攻バロラントマリサ。レディファイト。フォートナイト、いつでもバトルのタイム。ドロップしてファイト、どこでも戦場ライム。建築バリケード、トラップを仕掛け、自由自在にアクション敵を追いかけ、エモートで踊ってリズムに乗って、陸路を目指して、どんどん登って、チームで連携、戦略見せて、マップが広がる新展開、すでにプレイヤーの笑顔は満開。バロラントでスキルを磨け、レジェンド選んで、戦場駆け抜け、作戦練って、チームで進め、ヘッドショット決めて、敵を蹴散らせ、戦略的、タクティカル、勝利を狙え、立ち回り次第で、奇跡を生み出せ、バロラントの世界スリル満点、毎試合ごとに勝敗を変遷、このラップの点数は100点満点。はい、そこまでなのだ。なかなかやるわね、霊夢もな。この戦いの勝敗を決めるのは、視聴者のみんななのだ。だからコメント欄に感想を書いてほしいのだ。チャンネル登録と高評価よろしくね。